里崎チャンネル。ジョン。マイアミから、里崎チャンネル。はい。ということで、マイアミ、こちらもう、日付は変わって、3月20日、月曜日、深夜、になります。里崎チャンネルね。今日、アメリカ対キューバの準決勝を見てきましたけども、14対2でアメリカの圧勝ということでね、ホームラン、たくさん見てきました。ということで、もう日付も変わったんでね、日本時間、3月21日。で、こっちアメリカ時間は3月20日に行われる準決勝、メキシコ対日本戦。こちらをですね、佐々木が事前取材をもとに、解説したいと思います。19日ね、アメリカ対キューバが行われる、前の時間、朝10時半ぐらいから12時までね、日本の、公式、練習がですね、球場で行われて、そこもね、取材、行きましたけども、和気あいあいとしたね、雰囲気で、行われてましたし、その中で、まあ、守備練習、ノックね、シートロックとバッティングっていうところが、で、ピッチャーはね、ランニングピッチングが行われましたけど、まあ、その中でね、このね、対策としては、このね、メキシコの打者、指名打者のね、テレス、4番打者、このね、4番打者、昨年メジャーで35本かな、ぐらいホームラン打ってる、バッターに対しての、秘策として、また多くのね、左打者、秘策として、セカンドが1、2塁間守って、ショートがセカンドベースよりファースト側守って、で、サードが、野村上選手がショートぐらいは曲がるね、超右寄りの、シフトの、練習をシートノックなどをして、まあ、これをね、明日の試合、明日とか、まあ、今日の試合か、には、用いて守備、大きくシフトを取っていくっていうような、練習もね、今日の、J2 練習で、してましたね。で、先発は、佐々木朗希投手ということでね、もう発表されて、で、リリーフに山本投手。で、勝ったら決勝、ダルビッシュ、今永っていうところでね、行く想定を、してるっていう情報を聞きましたけども、まあ明日のね、この メキシコ戦、この佐々木朗希のね、ストレート、どこまで対応できるかっていうところはね、メキシコ打線、非常に、注目どころでありますけども、まあバッティング練習もですね、村上選手、非常にいい形の、バッティング練習、してましたけど、多くの選手がね、いい感じでバッティングできてたんじゃないのかなと。グランドレベルから見ると、めちゃくちゃ広く感じる。近藤選手もね、守備練習した時にライト守ってたら、めちゃくちゃ球場が広いっていうところで、守備の練習しながら感じてたっていうところでですね、間を抜けたら今日もね、アメリカ戦、アレナド、ライト線抜けるとね、スリーベースっていうところもね、あったんでね、結構球場が広いんで、そういったところではね、抜けたらスリーベースっていうところは、まあ日本のね、ランナー足早いんで、そこをね、攻撃的にっていうところもあるし、逆にね、日本の守備ではね、そこの球場の広さっていうところがね、結構近藤選手も守ってた気になるっていうところはあったんで、そこら辺はね、外野の守備力っていうところも、試合ではね、大事に、なってくるかなと。だからね、アメリカの、打線、今日のキューバ戦見ててもね、ポン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 ホームラン入るから、狭いのかなっていう感じもね、見えつつもね、そんなにね、狭くないっていうね、結構ね、広く感じる、空間的なこともあれだけども、すごい広く感じるグランドレベルからは、球場だなっていうね、ところはありました。で、守備もね、まあ、人工芝と、土のグラウンドの作り方なんだけども、源田選手がね、守備練習してた時に、どう、土の感じとかどうかなって聞いたところはね、非常に土の感じは守りやすいと。メジャーの球場ね、まあ、天然芝だったりして、球速の変化とかね、芝のところは遅いけど、土になるとね、トントンって速くなるっていうね、打球のね、球速の変化っていうところがね、結構あるグラウンドがあるんだけども、源田選手曰く、結構ね、守備の面では、土のところ、その芝のところの具合も含めて、非常にね、守りやすいような感じがするって練習の中で言ってたんで、ね、そこら辺は守備力としては非常にね、安心感あるのかなと。でね、源田選手のね、小指の具合も、まあ、骨折してるっていうところでね、まあ、インタビューしてるけども、痛いとか痛くないとかじゃないと、もうできるかできないかってね、いう、もう、その時と全く同じ意見ですね。だから、まあ、あとは思い切ってやるだけっていうね、ところの声も聞けましたし、まあ、いろいろね、源田選手が言うのも、いろいろ賛否両論あるかもわかんないけども、って言うからね、いや、そんなもんもう結果出したらこっちのもんだから、もう思い切ってやるだけだよって言って。ごちゃごちゃ言うやつはもうほっとけいいんだよっていうね、ところよって、そうですよね、まあと思い切ってやるだけなんでっていうね、まあ、ここはもうね、一致団結してね、その中でどんだけ頑張るかね、プレーにはね、守備の見ててもそんなね、小指とか全く影響もね、影響あるだろうけども、プレー見てる感じはね、影響なさそうだしね、イタリア戦でもインハイのところね、引っ張ってヒット打ったようにね、グリップね、小指かけないでね、握ってて難しいところあるかもしれないけど、それで結果に結びつけてるっていうところを考えたらね、非常に頑張ってるし、素晴らしいなっていうところもあるんでね、そこら辺はみんなでね、
応援していきましょう。でね、あのマウンドはね、まあ今日今永選手とかがね、マウンドあのシート外してチェックしてましたけど、あのこれは関係者、違うね、あの関係者によると結構踏み出すところが粘土質で硬いから下半身が結構負担とか負荷がね、かかりやすいんじゃないのかなっていうような声も聞いたんで、まあでもね、もう投げても1試合だからね、5回とか4、5回でね、継投でしょっていうことを考えたらね、まあそこは負荷とかね、まあ初めての球場だけにね、試合するのはあるかもわかんないけども、そこはね、全力で、頑張って、行ってもらいたいなっていうところもあるしね、まあ、佐々木朗希選手はね、あのアマゾンプライムの視察の動画でも言ってたけども、マウンドがねマリンに似てるからあんまりね違和感なく投げれるっていうところもあったし、山本選手はね若干硬いかなっていうところはね感じるっていうところはありましたけども、まあブルペンでもね投球練習したし、そこら辺はね、いい形でね調整して頑張ってくれるんじゃないのかなと思います。ということでね、まあこのねメキシコ戦の試合になってくるんだけども、まあメキシコね先発はサンドバルっていうところで、エンジェルスでね大谷と同僚の選手っていう中でね、まあどういうピッチングをするのかっていうね、まあここは取材して聞いたところの話なんだけども、基本的にはまあストレートがねマックスで155キロ、アベレージで言うと150キロ前後ぐらいで、まあそのチェンジアップでツーシーム、スライダーっていうところがねメインの投球になるけども、このねチェンジアップが決まり出すとね、で左バッターでシンカーね、チェンジツーシーム系のが決まり出すともうめちゃくちゃ厄介で、逆にそれが決まらないとチャンスボールが来るっていうところではね、そういう傾向があるとね。で結構あのイライラするタイプだから、制球乱し出すと結構ね侍ジャパンにチャンスあるんじゃないのかと。でも逆にそのチェンジアップシンカーっていうところが決まり出すと、あの左にはシンカー系を投げてアウトコースにスライダーで、右にはそこの外のチェンジアップっていうところがめちゃくちゃ効いてくるから、非常に厄介な投手だと。あの2021年かな、あのメジャー全体の、空振り率っていうのがあのもうトップクラス1位2位3位もう1位だったかな1位2位3位に入るぐらいの空振り率っていうことがトップクラスになるぐらい、あの非常に空振りを、たくさん取ってくるっていうね。で昨年はねあの6勝9敗っていうところで、まあ、負け越したんだけども、このね2022年のあの被打率がね左バッターに圧倒的に強いっていうね、あの対右打者の被打率は2割7分1厘だったのに対して、あの対左にはなんと1割5分1厘とね、あの119打数 で1本もホームランを打たれていないどころか、長打も2塁打を2本のみ、だから119打数、まあ、フォアボールもあるからね、119打数で長打が2本しか打たれてない、だからもうほぼほぼ打たれてもヒットっていうね。あの左にはねスライダーとツーシーム、まあ、メジャーではシンカーって言うんだけどね、スライダーとツーシームをあの左には投げていって、まあ、横の幅の戦いと。で昨年もね8月以降は10先発で防御率 1.83 と、で全体的には防御率が6勝9敗だけども、非常に安定的なピッチングをしてるっていうところでは、かなりの、まあ、好投手だね。打線の上では一番気をつけたいのは、あの1番を打ってるメキシコのね、あのランディ・アロサレーナ、この選手をねちょっと一番注意したい。今大会で打率4割7分1厘ここまで、でなんと出塁率驚異の6割2分5厘、 OPS はね 1.566 で、得点圏打率5割7分1厘と、もう当たりに当たって20年24打席17打数8安打ツーベース2本、ホームラン1本で、フォアボールも5個と、出塁ね、出塁先ほど言ったようにが高いで、この選手、なんとね、キューバから亡命してきてるんだよね。15年に夜のカリブ海をカヤックのようなボートでメキシコへ渡り亡命と。でそこであのメキシカンリーグのティアファナブルズでプロデビューして、でその後メジャーに2019年メジャー出場と。で昨年はタンパベイで、打率2割6分3厘と、盗塁32個、ホームラン20本っていうね、成績を収めてるっていうね。しかも2021年新人王で、2020年リーグチャンピオンシップシリーズ MVP で、2020年ベーブルース賞というところでね、非常にいい活躍をしてるっていうところで、打線はこの1番のランディ・アロサレーナ、この選手をやっぱね塁に出すと、その後ねガガガってくるんでね。で、まあシフトをね、大きく引くかもって言ってた、テレス。そしてね、このメネセス、ね、オリックス見た。この選手も今大会ね、打率3割9分1厘とね、で、ホームラン2本当たってるというところで、やっぱこのね、1番のアロサレーナを出すとね、その後の、クリーンアップ、メネセス、テレス、
そして、パレデスっていうね、ところにつなげてくるんで、まあ、ここら辺のね、1番、このね、アルサレーナ、この選手には注意したい。ね。でも非常にね、カヤックで亡命してっていうね、やっぱハングリー精神のもとね、頑張ってくるっていうところではね、非常に応援ね、してあげたい選手ではあるけども、ね、これは日本対メキシコっていうところではね、この1番のこの選手にね、非常に注目して、だからね、結局ね、佐々木朗希のストレートがね、通用するかどうか、で、その後ね、フォークも多投だから、やっぱストレート一辺倒だとね、やっぱりそのメジャーリーガー対戦、対応してくると思うんだよね。その、まあ、1番から9番全員がね、メキシコはね、メジャーリーガーなんだけど、まあ、1番から6番まで全員が昨年ね、メジャーリーグで2桁本塁打を打ってきてると。で、4番のテレスはね、昨年、ホームラン35本と。リリーフがね、若干ちょっと質が落ちるかなっていうところで、まあ、先発ピッチャーがね、リリーフに回ってくるのか、今日みたいにね、元巨人のね、マイコラスがリリーフになったように、先発ピッチャーがリリーフに回ってくると若干厄介になるけども、リリーフは先発に比べると若干層が薄いっていうね、メキシコ、情報になるけどもね、ここはね、佐々木、山本しか、だからね、やっぱりイメージとしてはね、そんな点取られるようなイメージないと思うの。だから、どこまで侍ジャパンの打線が、もう打つかだけだと思う。だからサンドバルを攻略できるかどうかっていうところが、まあ、一番のね鍵になってくる。前回2017年もね2対1で負けてるっていうところでね、この佐々木朗希山本でピッチャー陣がそんな爆発的に今日のねキューバみたいにね点取られるっていうのはねちょっと想像しがたいんでね、どこまでしっかり点を取れるかっていうところが鍵になってくると思うから、勝つとしたら予想タイムは3-1、4-2、ここら辺のゲーム展開になるんじゃないのかなと、ね、でもやっぱりねストレートシンカー、ね、チェンジアップ、スライダーっていうところが気になってくるから、まあ、何かにねどれかに絞って打つのかね、その場でその場でどう対応していくのかっていうね、あとやっぱり左からね昨年長打2本しかね打たれてないっていうね、被打率も1割台っていうね、だからこのね1番から並ぶヌートバーで近藤、大谷で吉田、村上かな、で岡本で牧なのかな、まあ、牧っていう情報もあるんだよね、でキャッチャーは中村っていう情報があるんだけども、まあ、ここねまだどうなるか分かんないけどもね、そういう事前情報では牧、中村っていうところがセカンドキャッチャーになるんじゃないのかなっていう情報を小耳に挟みました。まあね、当日どういうスターティングラインナップ出るかっていうところあるけども、1番から5番は左だからね、そこがどう機能するのか、で岡本の一発に期待してね、皆さん応援していきましょう。頑張れ侍ジャパン、世界一へまずは準決勝。